胸は今でも胸はえぐりとるようになり、肋骨の間から心臓の動いているのが見えます。私はこんな状態で今日まで生きてきました。My father was Peter Townsend. In August 1982, when he was 68 years old, he came to Nagasaki to do research for a book. Today is the 20th August 1982. I am with Sumita Ru Taniguchi in his home. It was a long time ago. Mr. Taniguchi, not the talkative man, you know. Yes. Oh, really? Yes, I thought he was talkative, but he was not so. 原爆とか戦争の歴史とか平和は、長崎に住む僕たち17歳にとっては身近なものとして感じられるよね。だけど小さい頃から身近すぎたから、それゆえ平和を願う気持ちはだんだん薄れてきている気がするな。ところで赤い背中の谷口すみてるさんは知ってるよね。じゃあ彼は被爆してからどんな風に生きてきたか知ってる？僕も長崎の郵便配達を見るまで知らなかった。何を経験し、何を感じ、どう生きてきたのか。And I also felt that I was almost like a postman myself.In a way, that I had a message to say, to give, that perhaps I could help pass on something, you know, pass the torch. 平和についてたくさん学んできたけれど、意外と表面だけしか知らないのかも。平和を伝える役割はもうすぐ僕たちの番になる。でも思っていたより知らないことが多い。だからこそ何度でも話を知る必要がある。そしてこの思いを届けていかなければならない。もう一度あなたにこの話を知ってほしい。あなたにも配達人の一人になってほしい。だからこそこの映画を見てほしい。長崎の郵便配達学生上映会2021年8月9日、長崎から始まる。